はい、どうも、ルイです。今回はですね、維新の会の演説をね、ちょっと取り上げてみたいと思います。まあ、参政党のね、演説は結構皆さん聞かれると思うんですけど、まあ、維新の会の演説とかあまり聞いてないと思うんでね、まあ聞かれてる方は聞いてるとは思うんですけど、まあ、どんな感じかなと。まあ、結構ね、自分の方はいろんな党の演説を聞いたりとか、まあ、国会のねこととかも聞いたりとかはしてるんですけど、その前にですね、コメント、こちらの動画、大阪のお金どうするスペシャル VS 激論という動画を上げたんですけど、まあ、こちらにね来てるコメントをねちょっと取り上げてから本編いきたいと思います。まずはこちら、維新ですね。13年やってこれなんだから再選しても全く期待できないと。その通り。次。IR と上海電力のツケは府民の増税に変わるのは明白。その通り。次。聞けば聞くほどめちゃくちゃな話ですね。その通りですね、本当に。ということでね、じゃあちょっとね、本編、維新の会の演説ちょっと聞いていきましょうか。まあ一応ね、念を押しておくんですけど、一応ゲームチャンネルなんで、ちょっと面白くなってます。どうぞ。でも、一歩でもそういう道に、一歩でもそういう方向に近づけていきたいと思います。まあ、理想論かもしれないけど、これを政治の力でやらせてもらいたいと思います。だから大阪の子どもたち全員を対象にして、高校は公立も私立も授業料は完全無償、これをやります。でもこれは税金増やしてやろうとしてるんじゃないですからね。借金は、財政は立て直しながらやってるんです。もう一つあります、大学です。大阪には大阪市立大学、大阪府立大学、合わせた大阪公立大学というのができました。この大阪公立大学もいろんな医学部もあってね、獣医学部もあって、いろんなことが学べる大学ができました。全国で言ったら3番目の規模の国公立大学です。この大阪公立大学、大阪府大阪市持ってます。この大阪公立大学に通いたいと思う子どもたち、大阪の子どもたち全員を対象にして、入学金も授業料も無償、これをやります。医学部も対象です。医学部もよく考えたら、お金持ちしか医者になれないとかおかしいんです。そんな社会は、家売らなきゃ医者になれないとか、そんな社会おかしいんです。こっちの道行きたいなと思ったら別に医者じゃなくていいです。どんな道でもいいですよ、どんな道でもいいんだけど、これをやりたい、あれやりたいと思ったら、そっちの道が開けてる社会、これを作らせてもらいたい。教育にお金がかかりすぎてるんです。でもここの教育にかけるお金っていうのは、本人の可能性を高めるだけじゃなくて、これ本人の可能性を高めるのはすごく重要だけど、それだけじゃなくて、最後は絶対社会に返ってきますから。僕はそう思ってます。これからどんどん高齢化社会になっていきます。僕は子供の時、生まれた時は200万人でしょ、子供の数。それが今はもう半分以下、80万人になりました。半分以下です。これからさらにどうなりますか。どん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 福祉でお金が必要になってきます。当たり前なんです。そういう社会になってきます。その時に子供たち、孫たち、やっぱり元気になれるような、自分たちの可能性を追求できるような社会にしていかないと社会は持たないです。高齢者の皆さんをお支えすることもできません。綺麗事でやっぱり成り立たないです。これから財源も必要になってきます。しかしこの後、最終オーディションで次々ととんでもない事態が、そしてこの後、思いもよらない事態が。